私はハナマサでいつも買ってるんですけれども、納豆によくかけて食べています。なんか普通のお酢と違ってちょっと癖があって、私すごく好きなんですけど、私そこまで中国製のものとか気にしないので、これすごくお気に入りで、お気に入りいい音がする、お気に入りで使っています。野菜とかにかけても美味しいです。お浸しとかにしてもちょっと黒酢みたいな味がして、結構私お気に入りで使っています。納豆に入れるんですよ、あの納豆卵かけご飯の中にこのお酢を入れて食べて、なんかね、結構私の場合は体にいいのかなと思ってやっていて、これ使っていると体重が落ちるような気もするので、まあ個人差はあると思うんですけど使っています。人工香水でした。はい、もう一個香水いこうかな。これはリンゴ酢なんですけれども、700円ぐらいでアイハーブで買えるアップルサイダービネガーです。これもね、もうすぐなくなっちゃうんだけれども、もうすぐなくなっちゃう。そう、これはレタスとかキュウリにかけて食べてるんですけれども、これとオリーブオイルと塩があれば立派なドレッシングになります。なんかね、私市販のドレッシングがそこまで好きではなくて、こういう、そう、これでなんかお酢とオリーブオイルと塩で食べることが多いです。お野菜は簡単に作れます。オリーブオイル1大さじ1か、オリーブオイル大さじ1、これ大さじ1、塩1つまみぐらいの量で全然足りてしまうんですけど、普通のお酢よりもアップルサイダービネガーってリンゴの風味が濃くて甘くて美味しいです。お砂糖はこれは入ってないので安心して使えるかなって思います。日本のリンゴ酢も結構好きでよく買って使ってます。これちょっと高かったんだけどね、味はいいです。よくあのモデルさんの YouTube とかに出てくるかなって思います。はい、次行こうかな。白だし、皆さん白だし使ってますか？これ
味のこの色痛いのが甘いかもしれない。